はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はメダルトレースの動画撮ろうと思うんですが、メダリーグね、ちょっと、少しね、動画撮ってないところで進めて、ゴールドランクのね、クラス1で星4つのところに来たので、次勝つとね、プラチナに行けると思うので、ちょっと動画にしようと思いますってとこなんだけど、なんて言うんだろう。まあ、今までもね、ずっとメンバーとしては俺これでやってて、基本的にはね、シンプルな射撃でゴリ押す、戦術をとってるんですが、ちらっとね、ギアメダル、使ってますっていう、リーダー機にね、ギアメダル使ってますっていう話をしたときに、アシストっていう性格がね、走行上がるからいいよって言ったんだけど、このね、走行アップ480ってね、やっぱ結構でかいよね。まあ案外ね、あのメダフォースの方を重視してメダル決めてる人の方が多い気はするんだけど、これね、走行480プラスで、ね、全部のパーツにされるから、実質ね、耐久がね、いくつだ、CG16 の CH32、 1920かな、1920上がるんだよね。だから、まあ、例えば頭パーツとかね、2673だけど480上がるから3150でね、まあ俺まだリニアカノン星4なんだけど、星5とね、そんなに変わらん走行になってるっていうね、感じでね、ちょっとね、アシスト性格ね、メダルの性格、アシストのメダル結構おすすめですよ。メダフォースで選ばないなら、射撃とかで、まあ射撃でも格闘でアシスト誰がいるのかとかちょっと分かってないですけど、まあね、そんな感じでね、性格アシストをね、おすすめしたところで、ちょっと動画、メダリウムの方やっていこうと思うんですが、ほら、さっきの画面で見たときに、2000いくつだったのが3153になってるでしょ。で、腕とかも軒並み3200になってて、脚部も3300と。星、頭とね、脚部がまだ星4なんですが、星5よりもちょっと走行高くなってるんじゃないかな、これ。だからね、結構ね、貫通とかで打ち抜かれた時に頭ギリギリね、耐えたりするっていうのはね、こういうところで、メダルのね、性格が影響してるんじゃないかなと、思いますっていう感じかな。お、これはラッキーだね。ちょっとレベル、メダルのレベルが150じゃないメンバーなので、いけるかな。でも、そっか、ランク4のパーツが結構あるか。で、真ん中がバグサンダー妨害。あー、上もフリーズ持ってるのか。で、下でアタックって感じか。OK、じゃあ、とりあえず上にダメージ与えながら、真ん中を、妨害していこう。そうだね、これでいいかな。ロボトルファイト。まあ戦術はね、結構ね、ワンパターンで今までもずっと一緒なんだけどね。ああ、バグ食らった。まあでもシンプルに射撃でゴリゴリいくのがね、ちょっと待って、まさかの、しかも凍った。あれ、これまずいな。あれ、しかもサンダーで何停止しなかったの、真ん中。ちょっと待ってくれ、これはダメだ。レベル低くてラッキーとかっていう問題じゃない、これは。マジか、ちょっと待ってよ。どうしよう。しょうがないな。上止めて、その間になんとか追いつけないだろうか、頑張って。お、ちょっと待って、少し希望が見えてきた。じゃあ今度はこっちに、サンダーショット当てて、上がサンダーで止まってる間にね、一撃入れていこう。はい、止まって、よし、 OK。 あー、ちょっと両腕壊れちゃった。
ただ上は仕込めた。よしよし、追いついた追いついた。しょうがないな、モビルブーストで回避上げていこう。そしてライフルを、下に打ち込む。いや、上仕留めちゃう方がいいか。まだダメか。そうだな、メダコースためて使うか。で、ライフルこっちに行こう。あっ、腕壊された、まずい。ソニックショットで上は打ち抜けるはずなので、そしたらね、ライフルで下、頭ちょっとね、ついてないんだよな。下がリーダーか、困ったな。だいぶいい勝負してる。そうか。よし、右腕壊した。これはいけるんじゃないの。でも頭の回数がちょっと足りないかも。あ、大丈夫だね、結構壊せたから。あ、ちょっと怖い。うわー、怠慢だ。ちょっと待って、怖えー。80だけどさ、ちょっとメダホースで確実に抜こうか。メダホースなら外れないでしょ。よし、オッケー、危ねえ。ほら、こういう時絶対走行480かなり効いてるって。はい、ってことでね、ようやく、プラチナクラスまでね、上がりましたね。プラチナまで来て、次がダイヤモンドで、レジェンドかなっていうことなので、またね、ちょっとね、動画外で星集めてね、昇格近くなってきたら動画撮る感じにしようかなと思います。ということで、今回の動画はこれで終わりにします。ありがとうございました。よいしょ。